ハンマイオ先生です。アフリカランドですね、ユーロとアフリカランドのね、の投資が今最もいいんですよね。で、このシグナルインジケーター、 FX 用のインジケーターなんですけど、私が開発したね。で、こういう売りだけを見てるんですね。あ、買いだけ、売りだけを見てるんですね。買いは絶対しないんです。あとは、買いの時にスワップ金利が入るんですね。アフリカランドと、ペア組みますとね。そうするとね、1万ロットで140円1日入るんですよ。ただ、1万だけ買っとくだけで。ね、だから上に上昇してる時に下がるのを見てね、投資すればいいわけですね。で、ここで投資して、ここで買った、ここで投資シグナル入れた、ここでね、ちょうど126だか時間後ですね。だから 1,2,3,4,5 5日後ぐらい、1週間後ぐらいですね。で、計算するんですよね。で、ここのところに大きく負けてるんですね。どんぐらい負けてるかっていうと、まあ同じぐらいになっちゃったですね、これね。この場合は、スワップ金利、この分の時間ありますでしょ？スワップ金利。これ1週間だから7、7、7でしょ？だから、21×140円。40円の利益、3000円の利益なんですね。これタイだとしてもね、ここで負けるでしょ。こうシグナル出たけど大きく上がっちゃったけど、ここね、この間の損益って大きいでしょ。この稼ぎとこの稼ぎぐらいあるんですよ。この2つの稼ぎぐらい、この幅ね、この幅、2つ合わせて利益取れたけど、ここで損しちゃったんですね。そういうことでね、普通だったらただの FX 投資だと儲けなしですよね。だけども売りだけを見るシグナルでね、スワップのプラスがね、買いはね、スワップ金利マイナスなんですよ。アフリカランドね、なっちゃうから、このペアだとね。で、タイでもね、3000円はプラスになるというね。1週間の投資ですけど、シグナル出て1週間ぐらいの投資になるわけですけど、ここね、分析していい状態で、シグナル見つけ出しますから、どうなるか分かりませんけど、周期もね。で、これもそうですね。これはね、エッジオンね、もうちょっと長いんですよ。エッジオンだから、4×34 か。34周期だから、136時間。割る36時間。2だと。あ、同じぐらいですね、これね。5日間ぐらいですね。4時間だけど、34でちょっと短いから、これは126で長いでしょ。それで、こっから、シグナルが出て、ここ、ね。まあ、スワップ金利だけども、やっぱり、1000円ぐらい、1週間やってると稼いじゃうわけですね。ただね。で、なおかつ下がってくれるんだから、その分の、この分の利益や、スプレッドの利益がね、この間の幅だけ稼ぐ。これも勝ち、これも勝ちですね。これはちょっと負けですかね。これ勝ち。これはちょっと大きく負けて、これ勝ちですね。この差の取り返しどんぐらいあるかな。これだけじゃ足んない。あ、これは無理だし、これとこれと。ね。これも倍ぐらいになっちゃうのかな。ちょっとだけ利益はあるわ。
って感じかな。でこれだけだと2万ぐらいの利益は出てんだろうね、多分ね、2万ぐらいはね、こんぐらいだとね、この幅ぐらいだと結構大きいからね、この幅ぐらいだから結構大きいね、3万ぐらいいってるかな。それでスワップ金利の利益があるわけですね。これ 1,2,3,4,5,6,7 7だからね、7000円ぐらいでプラスね。ただそういうことでね、今の投資はね、ただ単にスプレッドだけでこの利益だけで稼ぐ方法じゃなくて、スワップ金利も入れるということですね。だからアフリカね、ランドさんの投資っていうの、通貨国っていうのは非常に、あとねユーロさんっていうと、この買う時のスプレッド差がね非常に狭いのね、手数料が安いんですよ、あの買う時のねスプレッドが非常に狭くなってるんで、買ったり売ったり買ったり売ったりしてもね、あんまり響かないですね。普通のあの通貨国と同じような取引ですね、少ないスプレッドのね。ということで、スワップ金利を含めてね。で、これだからね、100万通貨ったらすごいな。10億円ぐらいかな。10億円ぐらい投資すると、1日、だけで1万4000円ですね、入ってくるわけですよ、ね、そんなに大変できませんけどね、こう落ち上がっちゃったらもう大変なことになっちゃうからね。スワップ金利どこじゃないですからね、スワップ金利ってほんのちょびっとあるね、まあこれはだけ高いけどね、1000ドルでも14円でしょ、1000ドルでも14円だから、13.99 ぐらいですね、13.9 ぐらいですけど、実際はね。まあ、そんなことで投資してですね、今、下がっちゃってないんですね、このとこね、下がっちゃってる時だからね、この上の時はいいんですね。これは上とも言えないから、このシグナル出て横ばいで上上がってないから投資ない方がいい、そういう考え方で見とこうね、戦略方法ね、これは上がってるからいいでしょ、これも上がってるからいいでしょね、これ上がってるからいいわけですね、ここのところはこうでしょ、ここ上がってるからいいでしょ、ね、でこっから逆に落っこってシグナルが出てるから、これはちょっと こんな目安はちょっと良くないんじゃないか。しかし、打つかな、これ。下がってきて、曲がって上がってるからな。これは、これ上上昇でしょ？上上昇。でね、上上昇でしょ？これ上上昇じゃないからね。こういう線を引きましょう。必ずこう。ね。上行ってるか。これ下がってるからね、この線が。これは危険だからあるから、抜かすだろうね、これね。ね。この辺は、これはシグナルでしょ？これ上状況でしょ？で、ここ出てるけれども、ここ怖いかな？ねえ、これ怖いね。これも、こことこことあんまり大差ないから、ねえ。これ直線引けるでしょ？これ直線でしょ、これあんまり良くないのかもしれないね。同じような平行線で上がってるときはやめてた方がいいのかな、これ。これこうでしょ、こう上がってるから、この上がってるから、今打ちたいでしょ。これ下がってんだからね、これ。こ
これ下がってるからダメですよ。これより高くないといけない。かといってここ投資できないの？これもダメってね。ここだね。前よりか高くないといけないっていうふうに決めとかないとダメだかな。高く高い高くないとシグナルダメですよっていうのやるかな。これもこれもちょっと高いからいいようにいっちゃうね。打っちゃうね、こんぐらいだとね。でここでもここで戻るんだけどね、こんなにね。ここで切っといて怒ってまだここまで見とくのかな。この切れ目の下にエッジがぶつかんない限り取引しないようにした方がいいのかな。ここからだったらここでしょ、ここでぶつかってるここでしょ、ここだったら上がっちゃってここでも取るでしょ。でこっからここんこっからここからもここだね。でこっからはここぶつかってるからここでね、あと引くなというか、それからここここからこう上がってここでね。でこれ何ピンしよう。でここでぶつかったらこれ下にぶつかったら決算ってした方がいいかな。これね、こうここ、これはこう行ってここね。これもこうで長くいくからね。スワップ金利これ3倍円目だからね、1万ロット倒しててね、これだけだから2倍だから2000円ぐらいでしょ。これだとこれも2000円、これも2、3000円いくもんね。2000円ぐらいいくか。これが長いからここら辺でしょ。これ3000円ぐらいですよ、金利だけで。これもここまでで2000円ぐらいですよ。これスワップ金利でここまでだから、でこれ難品でしょ。 2個目打ってここで決算で利益もこれと この利益でプラスになるから中和されちゃって、スワップ金利だけでも儲けるとね。そういう戦法で投資してみるといいかな。うんね、これボリンジャーバンドじゃないんですよ、僕の僕式、ね、ルールの取り方で。ちょっとめんどくさいって秘密でね。これこのバンダーっていうのは非常に大事なんだけど、このバンダーってね、これ作れます？秘密だけどね。偏りバンダーというかね、なんですよ。片方にくっついてね、行くボリンジャーバンドみたいな、片ボリンジャーっていうやつですかね。ね、流れる方向に広がっていくんですよ。でそこでぶつかったところがね、理想形になったんです。ちょっとこうシグナルって下のね、バンドにぶつかったら決算しましょう、ルールでね。だからここもあるんですね。でこれはね、スワップ金利がもうすごく儲かるから、投資時間が長いほど儲かるんですね。ね、儲かんスプレッドね、この幅だけで、幅が儲かんなくてもね、投資中が長いとどんどん増えていくの、スワップ金利で。金利でね、投資金の金利が入ってくるんですよ。銀行の利子預けてるのと同じでね。ね、借金してね、銀行に金利がいいからね、借金した方が利子が安いっていうか、安かったら、で銀行の方は利子が高いわけですよ。わかります？借りる利子ね、返済金よりか。でそういうことが FX ではありえるんですね。
あ、FX はできるんですね。スワップですね。株じゃできないしね。FX はね、金利っていうのがつくんですね。利息というのがあるんですね。スワップ金利。すごいでしょ。それでそういうのがあるんですね。こう、借りる方は安くて、ね。それで、銀行に預けるんですよ。それで、銀行の利子の方が高いんですよ。だから、どんどん、ね、それで稼ごう。ただ、値が上がったり下がったりするんで、わかんないわけですね。うん。アフリカランドの、この、これが、値がね、下がっちゃったら、これ、今、16、ね。16.41 でしょ ?16.41 がもし下がっちゃったら。で、下がってるでしょ ?16.41 って。もともともっと高かったはずですよね。なんか上がんなくなっちゃったんですよね。だんだん落ちてきちゃってる。ね。だけども価値は高あるわけですね。下がっただけどね。まあ、それはちょっと注意しないといけないね。また16.4 からね、この半分ぐらいになったり、8ぐらいになったりしますから、おかしいとね。アメリカランドのインフレ。とにかく売りがいいわけですよ。売り。売りの時、起こってくれると嬉しいんですよ。で、上がったら速やかに上がってね、回ってね、また下がるというのを見とくのがいいっちゃうね。今でルールはね、これでしょうね。売ってね、この黄色線の下に当たったら決算しましょう。この時間じゃなくて。ね。ここっちでしょ。ね。今、下だったらいいみたいで、必ずぶつかるみたいな時間を置いたら。こうでしょ。ずーっとあとこう落ちてるもんね。これだ、どんどん上がっちゃったらどうなのかな。これ、難品あるでしょ。難品やって、ここには落ちたいけど、難品やって、一つ、二つも、また上がっちゃったらどうするの。で、ここら辺で下がってぶつかるとか、これね。それだいぶ大損だな。あ、もう、最悪になっちゃうね。そういうこともあり得るからね。できないかな。あ、そういうのがあるんですね。だから、ここで打たないで、こうやってここまで我慢するのかな。ね、ここで難品やめるんでしょうね。損害はこことこの幅だけでやめとくのかな。まあ、このシグナル通りの方がいいかな。ねえ。ふう。これちょっと悩んじゃ。ちょっとわかんないですね。どうもありがとうございました。時間がもう、今日は私10月17日、僕の誕生日で還暦のお誕生日でした。とうとう還暦になっちゃいました、60歳ね。おめでとうさんっていうのはどうもありがとうございます。言ってくださる方いらっしゃいましたね。健康。健康で60歳、現在健康です、健康な状態の60歳です。そういうことでございまして。
もうすぐ12時ですけど、ね、ちょっと買い物見てましたね。買い物ちょっとメニューに載せてきました。欲しいリストに買って買おうかと思ったんですけどね、ここ買いすぎちゃったんで、Amazon さんでたくさんね買い物で、この戦略はそんなことでちょっとまだもうちょっと考えないといけないですね。一応シグナル通りが一番いいみたいです ね。スワップだとスワップ儲かるみたいですね。だけどスワップぐらいしか儲かんないみたいです。スワップ金利ぐらいでこんな感じで、じゃあ出てきますかね。勝率は 80% ですね。これは 72.7% ですね。分析それで出てますね。 RSI は15周期の76の24でやってます。これ人工知能が探してます。周期も都市数はこれ自分で設定してますけどね。この設定値は RSI は人工知能が調べてます。ね。あと、この、ね。この黄色線のね、設定値も人工知能が調べてます。いくつも調べてますね、人工知能が。自動で。で見つかると白になりますね。そんなことですね。どうもありがとうございました。